はい、ですね、今日は町田選手が、来てくれてたんですけど、まあ、思わぬお客様が、来ていただいてですね、今度10月23のレベルスに出てくれる、シュートボクシングの超新星笠原選手です。そして、まあ、皆様おなじみ、シュートボクシング統括本部長、森谷さんです。笠原君、はじめましてですね。で、今年齢聞いたらなんと17歳ですよ。17歳、高校生。高校生です。高校、はい、何年生？高校2年。2年生。2年生、若いね、本当に。今、キャリアが何戦でだったっけ？今9戦です。9戦、はい、9戦9勝だもんね。9戦でもね、なんかね、 SB のホームページには10戦10勝ってね、急に増えてて増えたり減ったりするいやダメでしょあれ増えたり減ったりする。俺だって、マスコミに9戦9勝って出してるのに SB のホームページで10戦10勝ってなってるからどっちですかと思って。割とね、うん、外の情報を見てうちを直すってことなるほど。すいません、はい。町田君知ってました？あ、名前はこう、うん、もう何度もこの媒体、うん、SNS などで見てたんですけど、こうやって会うのは初めてですね。初めてだね。俺もだってこうやって会うのは初めてで、笠原君もちろんマッチしてるでしょ。あ、知ってます、はい。いや、たぶん知らないかも。いや、イエーパンチってさっき知ってたもんな。知らない。それ言っちゃダメ。知ってる必殺技何って聞こうとしたら、さっき助け舟出したでしょ。一応いくつか教えてきた。教えてきた。そうですよ。いや、そうだよ。本当に知ってるよ。ああ本当にそれ知らないことないでしょ。笠原選手、でも高校2年生でいつから格闘技を？そうですね、僕、小学校4年生から。4年生から、はい、そうなの？はい。どこでやってたの？はもうシーザージムでずっとやらせていただいてます。そうなんだ、うん、橋本道場みたいなね。そうですね、そうですね。あ、もうじゃあシーザー子なんだね。そうですね、はい、怪力の選手なんですね。他にもそうシーザージムではそういうふうに子供の時から大人になってって選手がいるんですか？あ、そうですね、現に僕の弟とか、キッズクラスからずっとやってて、はい。そっか、すごいね。じゃあ森脇君もずっと知ってた？ずっとちっちゃい頃が兄弟で来てたんで、まあ本当にお父さんがもうとにかく大好き大好きですね、うん、学校の行事より優先させちゃう、優先させちゃう、うん、大丈夫ですかっていう。本人はどうなの？ちょっと嫌だったの？あ、もう全然。あ、好きだったんだ。はい、好きが好きだったんだ、はい。あ、なるほどね。もうじゃあ結構格闘技一本っていうか、もうそれを中心の生活をしてたの？そうですね、やっぱり格闘技一本で、はい。はあ、そうなんだ。いや、なんかちょっとバックグラウンド知らなかったからね、うん、こうしてみるとなかなか、うん、あ、面白いですね。へえ。こう、まあ知らない人が多いと思うね。もう、ま、レベルスの中でマッチっていうのはもう代名詞の存在でさ、笠原君今回初めての登場なんですけど、こう、なんだろうな、まずこう憧れのスタイルとか、こうなりたい選手とか、どういう人がいますか？憧れてる選手。憧れてる選手、そうですね、レイナ選手。あ、ね、女の子ね。もう現役引退してしまったんですけど、マサト選手。ああ、なるほどなるほど。マサト君が現役してた頃は生まれてないでしょ。あ、生まれてるか。いや、生まれてるそんな昔じゃないですよ。あ、まさとくん、もう小学生の時にテレビで見てた感じですか？そうですね、テレビで、はい。その時小学校だった子が、そうそうそう、シシドくんがこう倒されたとか見てたの、こうブラカワイポンって。あ、その時はまだ見てない。あ、見てなかった、よかった。お尻のビームスをね、ブリーンって画面に宣伝して横になったビームスあれ、本当になんて、いい宣伝でしたよね、でもね。いや、ちょっと横になった横になったびっくりしましたね、あれ , 笑えないです , 笑えないですか？あれ、びっくりしましたよ
あ、そうな、正人選手がやっぱ好きで、うん、でこう自分としてはこう今目標は何ですか。そうですね、今目標、今の段階での目標は、うん、今最年少でチャンピオンになったのが、うん、シュートボクシングで18歳と2ヶ月、うん、誰ですか。誰がシュートボクシングチャンピオン。あれ、大江さん。大江さんか。でその後に草壁が取ったかな。懐かしい名前を聞きました、草壁選手、はい、そうですね。その、まあ、記録っていうかあれなんですけども、うん、それもっと早くちょっとチャンピオンになりたいな、はい、懐かしい。大江さん、カーディナル級、カーディナル 級、ね、カーディナル級っていう、カーディナル級って言ってたんだよ。鼻がまだ曲がってなかった。そうそう、曲がってなかった。鼻筋も通ってたって。ああそうなんだ。外国が出てきたね、街ね。本当です、今の10代って、うん、本当に強い子たちが多いじゃない。テクニックがね。あとムカつくのが、なんかみんな顔が整ってムカつくんだ。今の10代の選手の、うん、みんな顔かっこよくないですか、うんうん、そうだね。うちの道場の安本春人や、うん、とかね、あと山口京介とか言うんですけど、うん、みんなかっこいい顔してて、うんうん、なんか納得いかない。格闘技やるなよ。いいじゃん、やんなくて。やんなくていいじゃんって。俺らもやったよってね。格闘技はブサイクだからやったみたいになるの。おかしいでしょ。いや、僕は唯一の自己表現なんで、ね、そこを邪魔しないですよ。やんなくてもいいじゃんっておかしいでしょ。それそしたらサッカーも野球も一緒になっちゃう。まあでもだからこそね、最初ふかしと、うん、マッチのタイトルマッチはもう殺さんばかりの勢いでなもう、はい、もう殺されてもいいから殺そうと思って。あの時のマッチは聞き迫るものがあってね、はい、もうね、イケてるグループとイケてないグループの全面対抗戦っていう、うん、対抗戦ね、全面対抗戦。お客さんもそこに日向も入ってるっていう。日向も入ってる。本人はすごく嫌がってるんだよね。でも入れてあげたんだもんね、マッチと始まりがね。入れてあげた。そう、入れてあげたんだよね、あれは。そんな感じですよ。そうですね。この間タイの元チャンピオンでバリバリの現役選手をダウン1ラウンド取られながらも逆転勝ちですよ、10月9日、はい、岡山で、はい、なんとか生きて帰ってこれました。いや本当、俺はねタイで見ててもうびっくりしちゃった。へ、いや本当、あの10月9日は本当結構日本人頑張ってましたね。そうですね、宮本選手もすごい強い選手にタイ人に勝ったし、あの小野寺君も言ってたんだよね。あ、言ってましたね、ね、はい、岡山まで。そうなんですよ、うん、そう、まさか来ていただけると思わなかったね。小野寺君も見に行ってて、で美味しいものを食べに行ったんじゃないですか。あ、美味しいものね。そっちがメインだったんですね。飲みとね、お酒とね、うん、なんか美味しいものを食べに行ったと思いますよ、小野寺は。ついでに試合見たいです。ついでにね、あそこ何もないもんね、だってね。ああそう、あの倉敷っていうとこは結構まあいいんですけど、あのホテルでしょ泊まったの。そうですね、同じ温泉がついてる、温泉がついてる、コンビニないもんね、だってね。コンビニがそうなんですよ、なくて。小野寺はだからそこにいない。あ、いない、倉敷。そうそう、倉敷です。倉敷は栄えてるんですよ、すごく。ですよね、うん、きっとそこにいて試合の時だけスピッと行って。なるほど、タッチアンドゴーで倉敷行ってるはずですよ。そうそう、そんな感じで10月9日はほら、あの安井家も KO 負けしちゃったし。あー、スーパーレッグに、で、まあ拓也もタイで勝って。あ、そうそうそう、10月9日なかなか面白かったですよ、うん、本当に、うん、いやね、で今度10月23出ますけど、対戦相手のビデオは見ましたか。あ、見ましたね、はい。どうですか。そうですね、すごい、まあ、テクニックある選手なんですけど、うん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 、そうですね、そこを、まあ、やっぱ勝たないとダメだなっていう選手です、うん、一応ね、和製センチャイってね、自分でね、ニックネームをつけて送ってきたんです、はい、うん、あ、自分でなんですね。そうそうそう。あ、そうですか。いや、俺だから九州の選手でこういう選手が自分で出たいって言ってきて、派生センチャイって自分で言うかと思って。そうなんですね。で、1回呼んだの、
で、あの石雲界の力屋と結構ボッコボコフルボッコにしてテクニックあるよね、すごくね、非常にあの伸びがある選手で、うん、あ、中央にもやっぱこういう選手いるんだなと思って、で、まあ、フェザー級で、あの、まあ、森谷君と話して、これで、まあ、今急成長してる笠原君なんかいいんじゃないですかみたいな話になって、ありがとうございます。なかなか初レベルスですけどね、あのメインはあの梅野選手ですよ、ヨードレックペット、うん、めちゃめちゃ強いですからあれ、うん、ローキックで KO 勝ちしてるね、これはね、ローキックで対戦相手を、対人を KO してますから、ね、ほんと強いですよ、これ、うん、梅野選手もこの間ね、ローキックで足結構効いちゃうところを見せちゃいますね、そうですね、うん、だから本当にね、まあでも梅野くん相当今回かけてるんで、うん、まあやってくれるかなと思うけど、タイに行った時の情報聞くと苦しいかなとも思うし、非常にね、なかなか、まあでも勝ってほしいですからね、うん、勝ってもらってマッチが挑戦して、うん、そうですね、今唯一梅野源氏に挑戦状を叩きつけてる男ですから、お、はい、であと安幸と、うん、対戦した選手はみんな安幸の毒に侵されるっていう説があるんですよなるほどなるほど、みんなこうだん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 こう落ちていくある一説が今出てる、新しい都市伝説が、へー、はい、新しい都市伝説、そうなんだ、うん、対戦した選手みんなだんだん落ちていくっていうことが、うん、まことしなやかに、まことしやかじゃない、しなやかじゃない、そよそよしちゃった、しやかに、まことしやかに、はい、ね、言われてるんで、うんうん、まあ、僕自身もそうなんですよ、安幸選手と対戦した後って、そうだね、ちょっと冴えなかったね、そうなんですよ、その後、うん、茂選手とやったりした時にもうボロクソにみんなから批判されて、うんうんうん、なんだその戦い方と、うんうん、っていうのがあるんで、うん、毒があるっていう、毒があるじゃない、なんでこれからの梅野選手がどういう風になって、なるほどね、その毒が効いてる状況のうちに勤めてすごい安幸、そうですか、安幸ポイズン、安幸ポイズン、そうですね、新たな都市伝説が生まれてますよ、すごいですね、うん、でマッチもあの7月までって期限を決めてるんですよ、はい、来年の7月までに格闘技1本で食べれなかったら、はい、あの結構引退するって、はい、そうですか、そうですね、もうそれって山口さんにちょっと脅しかけてるんですか、はい、あげろって、そうでしょ、間接的に、賢い賢い、いや、強いじゃない、賢いですね、まあそのファイトマネーももちろん上がるっていうのは嬉しいことなんですけど、その手やめてもらって生々しい、高校生に見せないとかってさ、高校生にそうです、ただ格闘家の生き方って政権の戦い方、それだけじゃないと思うんですよ、その稼ぎ方っていう部分でちょっともうちょっと頑張っていきたいと思います、うん、はい、そうね、うん、日向さんもね頑張ってますからね、すごいですね、僕はすごい尊敬してます、うん、その方、うん、たまに、まあ、頑張っていろんなこと話しすぎてマイナス自分で作っちゃってる時ありますけどたまにねなんか叩かれちゃったりして、ね、日向さんね、大丈夫ですか、ちょっとね、全部言っちゃいすぎて ね、 そ, うですね、うん、そこまでが一気連の流れになるそう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 日向落ちみたいな、はい、またこれ怒られちゃうよまた日向に仲いいようで意外と仲悪いですから、ね、たまに冷たくなっちゃう、冷たくなるどうですか笠原くん、17歳こんなザックバランな話で。あ、もう大丈夫です。ちなみに倒したい選手とかっているんですか。あ、やりてえなっていう、その同じ階級でも上の階級でも。やりたい選手。今の選手でこうやりたいな。今の選手でやりたい選手。そうですね。シュートボクシングだけじゃなくて他団体で気になってる、あ、こいつ強えなみたいな。他団体で気になってる選手は。そうですね、上の選手ちょっ
とあんまり把握してなかったですけど、もうあんまりもう眼中にないっていう、いやいやそういうわけじゃないですけど、じゃないです、悪く取ろうとしてるのいかにと評価は若いのつもりと今のうちに通じてないからいないですか。なんかね、選手だとね、うん、こいつちょっと やるかもしんないなって、ね、うん、チェックしたりするじゃないですか。ちょっとあんまりなんか他の試合はちょっとあんまり見てなくて、あんまり見るの好きじゃないですか、試合とか。そうですね、もう自分から会場にたまに行ったりするんですけど、うん、それでそんな9戦9勝ってすごいですね。確かに聞いたことないですね、なんか何とやったりとか。さっきあの憧れの選手って言って、普通うちの中から出てくるのかなと思ったらまさかの、まあ俺も、まあ、まさかなと思って、ね、まあ尾形君と か, とかかな、まあ、坂本君とかね、金井君とか言うのかな、言わないです、言わないです、ね、否定してますよ、ディスってんの、ディスってんの、大体そうですね、先輩を立ててこうそのね、あの同じ新座チームの、はい、あの坂本さんです、坂本さんはないです、ないですか、坂本さんは獅子戸さんですとか、まあ獅子戸から、まあ、スタイル全然違いますけど、ね、まあね、違いますよね、うん、まさかマサとポンって出てくると思わない、悩みもせずにマサとポン、あ、そうだと思う、太いですかね、すごい。今、あのチャ、あ、なんでしたっけ、ダムさん、ね、ダムさん、ダムさんに教えてもらって、そうです、はい、なるほどね、まあ、ダムさん、子供の頃からもダムさんに教えてもらって、あ、まだ子供の頃から全然教えてもらってなくて、で中学校2年生ぐらいからなんか、うん、アマチュアの試合出るようになってから、はい、教えてもらえるようになりました、はい、なるほどね。じゃあ同世代で選手っていうと弟とあと誰がいるんですか。あ、ジムの中で、うん、ジムの中で同世代とか結構いる。あんまいない。いや、いないですね。ないんだ、はい、もう2個下に弟がいるだけですね、はい、あ、若い子はシザジムあんま今いないんですか。いや、いますけど、はい、もうちょっと下の中学生になっちゃって、うん、弟がね、またすごい天才なんですよ。はあ、あれはすごいいい。橋本道場みたいだね、やっぱね。うん、そうですね、橋本道場ももうちびっこだらけだ。弟もね、マスクいいんですよ、はい、あ、あれ、そうなんですじゃ今のうちに今のうちに全然全然そうなんですか、兄弟揃って、兄弟揃って似てるんですか、顔も。まあ、兄貴のもっと優しくしてなんかもうちょっとなんかこうなんだろう、甘い感じにした、かわいい。アマチュアで今やってると。アマチュアで IT なくなっちゃってセミプロとして、ああやってた、そうだそうだ、うん、そうだそうだ。それでも大人とやっても全然もう勝っちゃうんで、はい、すごいですね。いや、今若い子がすごいね、マッチね、うん、そうですね、早めにこう上に上がってね、危ない危ない危ない、だって安本春人君なんか危ないよね、あれね。いや、もうね、ほんと強いですね。ね、安本春人君って知ってる、うん、はい、すごいのよ、15歳だから、16歳、まあ、そうですね、同じぐらいじゃない、17歳、17、多分春人君は16ぐらいだね、はい、やってはないね、まあ、やってないですね、はい、階級が違うもんね、うん、安本君だってフライ級で、そうですね、うん、フライですね、体がまだ細い、はい、結構スパーでも僕やると、うん、もうやられちゃったりするんですよね。もうあの間合いとかさ、タイミングがすごいんだよね、うん、キャリアがあのすごいあるから、うんうん、素晴らしい。でも本当になんか、なんかちょっとさっきも話してたんですけど、なんかちょっとだんだん格闘技盛り上がりつつありませんかみたいな、うん、ね、本当にその勢いを感じますね、うん、なんか本当にあのちょこちょこテレビで見るようになってきたじゃん、うん、ライジンだったり、まあ、K-1 もそうだし、ね、まあ、今度は MX で、ね、ノックアウトが始まるし、うん、まあ、来年1月だけどね、うんうん、なんかちょこちょこ見るようになってきて、そうですね、うん、だんだんこう盛り上がってきてるなっていう、うんうん、今ちょっとこうないこの火を今煙が出るけど、何言ってるか分かってない。分かる？あ、
まあ、縄文時代とかってさ、こうやって火起こししたんですね。このやプスプスってこう燃えてきた火をちょっとみんな大切にして、はい、こう火種でね、そう消そうとして消そうとして。でも待って、僕らだってやったことあるわけじゃないでしょ。俺はやりましたよ。やりました、はい、俺は授業でやりました。授業で、はい、すごい。いや、つきました。すっごい時間、30分以上かかる。30分かかる、うん、慣れないから。あの棒とこういうの作って、あこうやってやるんですよ。ああ、紐をぐるぐるして、そうやりました。でもつくんですか。ついた、ついた、ついた、ついた。超ダセです。今そういう状況でね、あのまあ本当に今の笠原君世代の子たちにとってすごくいいのかなって、うんうん、これちょっと皆さん見てほしいんで、ぜひあの見てほしいですね。ちょっとね、まあなかなかちょっと、まあ、今日緊張してるのか、あの言葉がちょっと少ないですけどね。あんまり喋んないんですよ。喋んないタイプなんだ。多分女の子としか喋んない。あ、なるほど。彼女とかは、はいないですね。いないんだ、はい、好きなタイプはどういう。すごい興味。ちょっとおじさんっぽいですよ。いや、なんかこう好きなタイプはどういうタイプが女の子は、うん、芸能人で言ったら、あ、芸能人で言ったら最近、うん、有村架純ちゃん。可愛いですね。可愛いですね。マッチはどういうの。僕も有村架純好きで、あのビリギャルに出てたじゃないですか。あの映画に温泉入ってるシーンがあるんですよ。でその温泉が僕の地元なんですよ。あ、そうなんだ。青梅の方、青梅の温泉で、僕それも見た時に男湯で多分撮影してたのか分かんないですよ、うん、なんかもう男湯なんですよ、ね、うん、知ってるからね、はい、もうあそこよく行くから、ね、わあ、ちょっとで次の日もすぐ入りに行って、ここに入ってたんだな。追い込んで、追い込んで飲んだ。出た気持ち悪いってよくマッチ言われるんですよ。前なんだっけ、あのキックボクサーの女の子、レフティジムのいつかちゃん、はいはい、いつかちゃんの横に座って、うん、いい匂いしますねとかって気持ち悪いとか、本当に気持ち悪がられちゃってね。めちゃくちゃ嫌われました ね。その嫌われるのが良かったんでしょ。ちょっと良かったですね。そういうとこないですか。ちょっとこう嫌われるのが気持ちいいなっつって。嫌われるのがないですね。ないですから、そういう趣味。17歳だからね。あ、ない。学校とかでは、ね、共学？あ、共学です。うん、なんか可愛いなってことがまだいないの？いるの？あ、いないですね。いないんだ。いや、そんなことないでしょ。モテるんでしょ、そうやって。うん、そうやってお湯の飲む、お湯の残り湯飲もうとか、隣で匂い嗅いだりしないでしょ、だって。まあ、しないよね、自分の話だよね。しないですか。しないですね。匂い嗅がないですか。しないよ、17歳は。マッチの17歳どうだった。いや、僕好きな子がいて、うん、でもう3回告白したんですよ、その子に。しつこいね、3回。僕そのしつこさでこの前の体重にも勝ったんで。あ、なるほど。しつこいんですよ、僕。そうですね。その子にはじゃ3回とも振られます。3回振られてる。あ、そこは負けてる。そうなんです、負けてる。負けてるんだ。でもその1回、なんで3回告白したかっていうと、うん、1回告白して、まあダメだじゃないですか、うん、でしばらく経って、でも告白すると結構、あ、女の子って告白されるとちょっとその気になったんですね。あ、意識しますね。意識しますね、うん、そろそろ意識し始めてみたいな。2回目、2回目行って、まあダメなんですよ、やっぱり。でその時よく地震が頻発してたんですよ。あ、ちょっと もしかしたらこれ首都壊滅するんじゃないかって、うん、あ、死ぬんだったら告白しとこうと思って、もう一回。2回もしてるよね。ちょっともう一回好きって伝えとこうって、死ぬ前に、うん、って言って3回目告白して、まあダメです。もうそれ以上はもう諦めた。それ以上はちょっともうストーカーなんだ。そうですね、ストーカーなんだ。3回目の地震の時に告白されたので軽いストーカーだと思ってた。こんな時に何言ってくるのみたいな。そんな無理しかないですよ。バラ色のね、生活ではね、なかったですからね。
さそんなね、あのまあ初めてレベルスに出る笠原君、こんな話で迎えてしまいましたけども、あの今日記者会見があったんですよね。はい、記者会見エスカップ、エスカップ、はい、レベルさんからもチャンピオンが、ん、えって顔しながら、水戸選手が出てもらいます。はいはい、11月11日金曜日ですけど、ね、はい、金曜日エスカップトーナメントのメンバーを発表させていただきました。あの大阪の人は出ますか？山口選手、はい、イノベーションの、はい、あの、はい、その山口選手も、出場が決定して、でライズからは秀樹選手、秀樹選手、はい、という、あとはザカリア、タップロンでライジンからクレイジーホースベネットの出場が決まりました。おー、なるほど、ゆうまくん漏れちゃったって感じですね。ゆうまくんね、うん、2、3回電話かかってきました。あ、電話かかってきました。でも、ちょっと無視しておこう。山口博人君、いいじゃん、すごく。ね。ねで、推薦したんですよ。森岡知らなかった、最初。あ、本当ですか。いや、試合見てたんですよ。名前と頭、髪型が一致してない。違う。特徴的だから。いや、だってあの選手面白いじゃない。いや、面白いですね。本当に。いい選手だよね。本当にいい選手ですね。パンチ、あのジムは全員パンチ強い。ね、鈴木も強いし、弟くんも強いし、うん、なかなかちょっとエスカップも11月12日近いですからね、はい、盛り上げていかないと。レーナ選手も出るんですか？レーナ出ます。レーナはあのエスカップの上でメインイベントでやるんで。おお、なるほど。初めて、多分 SB 史上初めてですね、女子が、うん、10月11日って言うと、まあ、そっか、マッチの試合の前ですね。そうですね。後楽園の。はい。これはなかなか、11月30もぜひ見に来てほしいし、うん、11月11日もちょっと見に、ぜひぜひ。ぜひ行っていただければと思います。じゃあ、最後、ちょっとあの、じゃあ、笠原君からこう23日の試合に向けて、カメラに向かって。初登場ですからね、レブルス。だから、知らん、あの、シュートボクシングを普段見に来てない人たちが結構来るわけだから、あれ笠原ってすごいじゃんっていう、はい、絶好のアピールになると思います。はい、はい、そうですね、相手はなんかテクニック上手い選手なんですけど、僕もっともうガツガツ前行って、もうテクニック相手が出させないぐらい前行って打ち合ったり僕はしたいなと思ってるんで、そうですね、僕の試合が面白いところをちょっと皆さんに見ていただければなと思います。お願いします。はい、じゃあSB の森谷君からも一言。ですね、笠原は何でしょう、肘ありでタイでも試合をしてたりするんですね。あの実際にデビュー前の中学生時代ですけど、うん、で本当にとにかくシュートボクシングのルールもそうですし、ムエタイルールもやってみたい選手ですし、で今回初めて外に出るんで、9戦9勝10戦目で、どういう結果で出るか分かりませんけども、ぜひ、彼は本当に魂のある試合をするので応援してあげてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ最後、11月30のレベルスメインイベントを飾る、町田選手お願いします。はい、もうそうですね、もう熱い試合するっていうのはもう当然のことなんで、僕はもう一人でも多くの人に試合を見に来てもらいたいと思いますんで、ぜひちょっとチケットをご用意させてください。ここもアドレスまで、はい、連絡してください。チケットご用意させてください。はい、連絡待ってます。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。